下のクイクをし始めた。でちょっと安心しましたって。ねえ。本当寝てましたね。ねえ寝てましたね。もう安心しきって、いつもめめさんあんな風に寝るんですか？初めてですか？今日も変わらず元気です。ですねえ、よくあんな風、よくあんな風に寝てますって。へえ。安心しきってますね。全く動きませんでしたよ。ねえ、ピクリともね。ねえ。うちのポアロはやっぱり目開けてるもんな、いつも。そうですよね。ね、すごいリラックスしてますね。やっぱ皆さんそれぞれ寝るスタイルもいろいろあって、なかなか素晴らしい VTR でしたね。素晴らしい VTR でした、はい、めめさんまた次もお願いします、はい、お願いします。はい、じゃあ次行きましょうかね。はい、はい、ミルクティーとうさぎさん、はい、ミルウサさんですよ。はい、もこちゃんですね。もこちゃん、はい、もこちゃんは男の子。あれはなんだ、枕かな、何でしょう。ぬいぐるみを頭に乗っけて落ち着きますって。ぬいぐるみね、かわいい。気がつくと頭に乗っているって。乗ってるすごい上手に乗せますね。あら、これ男の子だけど、このぬいぐるみってちょっとミルクティー、ミルサさん変なこと聞きますけど、変なことしませんか？うちのポアロやるの。あ、そうなんですか。うん、まあ、男の子ですからね。男盛りなので。 あのぬいぐるみ豆うさですか。すごい、口にくわえてるよ。おお、すごいね。 ああいう言葉したことないな。ねえ、加えながらね。ねえ、上手に。絶対お気に入りなんですね、あれがね。すごい振り回してますよ。ねえ、すごい。ちょうどいいのかな、大きさとかとか重さとかね。すごいすごい。なんかいっぱいあるけど、あの白いのだけですね。そう、本当たくさんねあるけど。あ、おうおう、今度は何でしょう。今度ヘアンポですね。ヘアンポ、はい。さっきのがそうなんだ。あ、そうですね。そうすいません、ご紹介が遅くなっちゃって。なんかね、早かったね。早かった、でもすごい、あんななかなかね、加えたまま走るとかないですね。はい、このだからもこちゃんもなかなかいろいろとこれからも芸がたくさんありそうなので、ね、皆さんのうさぎさんは多彩ですね。多彩ですね。私たち凡人だね、きっと。まあともくんはね、まあ今はちょっとこうね、いかにその難しいかということがよくわかりました、ね、本当ですよね。ということでですね、はい、今日はあの、まあ、トム君とそれから母ちゃんさんとこのベベさんと、はい、あとメメさんとこのラクちゃんと、はい、それからミルウサさんとこのモコちゃんをご紹介しましたけれども、またこれからもね、今日もたくさんの方見ていただいているので、うちの子もっていうんで。そうですね、はい、はい、それで、まあ、皆さんそれぞれあのうさぎに当然ですけど名前がついてるじゃないですか、で今日はねちょっと名前の話を少ししたいなと思って、なんでかっていうとですね、はい、私もそうなんだけど、うちのはポアロって言うんですけど、はい、なんでポアロってやっぱり聞かれるんですね、で、まあ、この番組でも最初何もそういう説明をせずにもう今週のポアロって始まっちゃったんであれなんですけど、あのうちの子はあの、まあ、色が白と黒でしょ、であのアガサクリスティって言うじゃないですか、で彼女の小説であのエルキュール・ポアロっていう探偵がいるんですけども、あのよく海外ドラマなんかでね、あの画像にもなってますけども、ポアロのイメージがやっぱり黒いシルクハットに黒いスーツに白っていう
でひげ生やしてっていう、そのイメージが、私はエルキュール・ポワロがすごく大好きで、そうそう、であのポワロを見た時に名前をどうしようかなと思っていろいろ考えたけど、うん、これはまあちょっと言いにくいは言いにくいんですけど、うん、まあ、ポワロだなって言って、それでまあポワロにしたんです。そんな由来があったとは。はい、まあ、今はねあの名前にしてよかったなと思ってますけど、うん、そうないしね。でちなみにトモ君は、あもう本当にね原田さんの話聞いてからだとすごく喋りにくいですけど、いや、あの僕はあまりボカブラリーがなくてそんなことないですよ。アメリカンラビットっていうのがあの、うん、まず第一に頭にきましてですね、アメリカの名前、うん、いろいろ挙げまして、はい、出したよくあったじゃないですか、あの英語の教科書とかに、うん、マイクとかあったあった、ね、うん、で落ち着いたのがトムでもまあトム君もそうやってなんもうやっぱりもう12年間ずっとトム君だからかもしれないけど、はい、やっぱりトム君って感じがするじゃないですか、もうポワロもねやっぱりなんとなくポワロっていう感じが、はい、そうそう、さっきちょっとあった母ちゃんさんがねおネギの名前とねどうもね間違えられたみたいでおネギもポワロっていうネギがあるんだと思ってちょっとびっくりしたんですけれども、はい、皆さんもなんかいろいろと多分ね名前の由来があると思うので、そう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 、何か関係ありますよね。絶対やっぱりそれは、うん、あのほら人間の子供じゃないけど、やっぱりこうね動物も家族だから、うん、こう迎えるにあたっていろんな名前をねつけられると思うので、うん、そうですね、教えていただけると ねだからあの、うん、動画を送っていただくときにできればその名前の由来とかね、はいはいはい、あのこんな感じでつけましたとかでもいいですので、うん、そんなこともちょっとこう一言付け加えていただくと、はい、で今画面に映ってますので、はい、皆さんたくさん送っていただいてるんですけれども、はい、あの宅配便とかグリーンボーでね、通じてこの YY テレビの宛先まで、はい、どしどし、どしどし、じゃんじゃん送っていただきたいと思います。はい、また来週も楽しい動画をお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ次のコーナー行きましょうかね。はい、うん、皆さんやっぱり名前は悩んだって書いてあるね。あ、え、終わりって次のコーナーありますからね、ご心配なく、はい、はい、行きましょう。私だ、ごめんなさい、すいません次のコーナーですね、こちらは、うさぎの飼い方のコーナーですけれども、はい、このコーナーは、いつもおなじみのうさぎの森さんの桑山さんにうさぎについていろいろと教えていただこうっていうコーナーになってます。で、うさぎの森さんは、名古屋市天白秋山に、はい、お店アメリカンラビットの専門店ということで、はい、お店がありまして全国からお客さんがいらっしゃいます。すごいですね。はい、すごいですね。あの見ていただいている方もね何人か名古屋の方もいらっしゃるんで、はい、森さん行ってらっしゃると思いますけど、で今日はですね、うさぎの森の、はい、ペットホテル、ペットホテル、はい、についてお話を伺ってきましたので、はい、その話を聞いてみましょう。はい、ではよろしくお願いします。うさぎの森のペットホテルについてご紹介いたします。あの基本的に、うさぎの森で飼われたうさちゃんでもうさぎの森で飼われなかったうさあの以外で、のうさちゃんでもあのどんな子でもお受けいたします。あのただし、たまたま今日ここにペットホテルのお客様がいらっしゃいますが、この人はうちの、ずっとのお客様ではありません。たまたま飛び込みというかホームページご覧いただいて預かりに来てくださったんですが、この子の場合で言いますとうちのうさぎさんではないので、今使っているペレットと牧草だけご持参いただきたいんですね。でこの人の場合はおやつも持ち込みですね。ここにこの名札がついておりまして、このうさぎちゃんは何月何日から何月何日までお預かりで、例えば爪切りをしておいてください、ホテルの間にグルーミングをしておいてくださいという場合も、受けたまわります。で、うちからお迎えいただいたうさぎさんに関しては全て無料でやっております。爪切りもそれからペレットも牧草もうさぎの森で飼われて、うさぎの森で同じものを食べさせていただいている場合はペレットも牧草も何もいりません。